さて皆さん、いつぼどのぐらいか直感的に分かりますか？いつぼがどのぐらいか、そうですよね。最近だとね、なんかつぼなんかを売りさばくようなビジネスがあったりして、ああいけないいけない、そっちのつぼじゃなかったということで、こっちのヒロさんのつぼの方ですね、こちらについてちょっと考えていきたいと思います。でこちらですね、平方メートルで換算すると 3.3 平方メートルです。まあちょっとイメージ湧きづらいかもしれませんね。はい、これを図解します。実は分かりやすいのは、だいたい身長1メートル80センチぐらいの人ですね、両手広げるとだいたいその身長ぐらいになります。だいたい1メートル80ぐらいですね。でこれを縦と横に広げてください。でそこで織りなされるここの面積です。これがだいたい 3.3 平方メートル1坪になるわけです。これ結構イメージ湧きません？で、この1坪っていうのはちなみに畳2枚分と一緒ですね。まあ、こんな風にですね、坪の大きさ体感で把握して、物の広さの感覚身につけていきましょう。